前にまず南米とかアフリカとかそういうところにスペイン、ポルトガルの宣教師が行きましたね。日本にも来ましたね、ザビエルが。でザビエルはキリスト教を広めに来たと言ってます。いや嘘です。キリスト教を使って要は内部の情報を取り出して植民地しようとしてたわけです。いろいろやり方をやるわけですよ。まあ、まずはですね、キリスト教を教えるよとか貿易するよって入り込んで、で相手の内部調査をします。で相手がそんなに軍事力持ってないなと思ったら武器を持った傭兵みたいなのを、まあ、海賊ですね、海賊を何百人か送り込んで、ね、まあ、例えばインカ帝国だったら160人ぐらいで皇帝を拉致して、ね、でお前ら言うこと聞かなかったら皇帝殺すぞって言ってですね、で、占領しちゃったりとかですね、はい、まあ、アメリカの方だったらこれは、まあ、イギリスですけど、ね、例えばインディアンいますから、そういう人たち、ね、最初物々交換だとか言いながら金が取れる、毛皮が取れるって分かったらですね、もういきなり占領するのは難しいので、まずインディアン同士を紛争させたりですね、それから貿易の中の毛皮にですね、ヨーロッパから持っていく毛皮に病原菌つけといて、ね、でそれを感染させて、ね、疫病でみんな殺しちゃうわけですよ。で人口減ったあたりで攻めに行くとかですね、そういうことをやってどん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 彼らの土地とか資源を奪っていったんです、ね、これが彼らがやってきた500年の歴史ですよ。こんなことはね、日本人はみんな知ってました。豊臣秀吉の頃から、信長の頃は最初分かんなかった。でも秀吉が気づいたわけですよ。だから1587年にちゃんとバテレン追放令って出すわけです、ね、でそこから徳川家康になって、家光の時代まで徳川幕府になってですね、ずっとそういった西洋人の侵略をブロックするわけですよ。鎖国ってそういうことですからね。キリスト教が入らないようにするためじゃないですよ。西洋人が入り込んできてテロを起こしたり病原菌撒いたり軍隊を送り込んできたりすると困るから、だから追い出したんですよ。そういう風に教科書書いてないでしょ。だからもうこの時点で日本の歴史なんて嘘なわけですよ、ね、でもこういうのは昔はみんな知ってたんです、ちゃんと。だから戦ったんですよ、日本人は。明治の時に、秀吉申しましょうか、秀吉の頃にバテレン追放して芝浜の乱で追い出して、そっからね、200数十年ずっと平和にやってたでしょ。まあ、ペリーとかやってきたわけですよ、まあ、ペリーが最後の方だけど、ね、で奉還外交って言って言うこと聞かないと江戸城に逮捕し込むぞって言われてですね、で泣く泣く国を開いたわけじゃないですか、ね、そしたらいやそんな弱腰を幕府じゃダメだってですね、薩摩と長州あたりからわーって言い出して、で薩摩と長州はでもですねイギリスとかと戦うけど勝てないわけですよ。薩英戦争やっても、馬関戦争やっても。そしたら逆にイギリスに調略されてですね、お前ら幕府倒したいんだったら俺たち武器渡してやるぞと言われて、いつの間にかですねイギリスに幕府つかれて薩長が強くなったわけですよね。で東北の人たちはそれと戦ったわけですよ。会津にしたってね、こっちの方にしたって。だからね、日本の今のこの体たらくは戊辰戦争から始まってるわけですよ。紐解いていけば東北の人たちはこれ絶対もっともっとしといた方がいいと思いますね。僕は客観的に見たら当時国を守ろうと思ってね、欧州同盟築いて戦った人たちが愛国者だったと思いますよ、ね、そういった、ね、歴史観がなんかね、そんな勝てもしない戦争に抗ったですね無謀な人たちみたいな、そういう印象を与えられてますけど、僕はそうじゃなくて、ちゃんと歴史的な経緯を勉強していけば、ずっと日本人は日本で国守るって言ってたのに、いつの間にか薩長がイギリスの力借りて、ね、国の制限取ろうとしたから、いやそれはおかしいだろうと、ね、やっぱり徳川五代のやり方の方がいいんじゃないのかというふうに言ったのが欧州の人たちですからね。だから筋としてはそっちが正しかったわけですよ。ただ軍事力に勝てなかったということですよね。 でもですよ、戊辰戦争は、ね、まあ、東北には甚大な被害ありましたけど、とはいえ日本中で戦争したわけじゃないから、日本の被害は最小限で、で明治の時代が始まるわけじゃないですか。で明治の時にも一回教育改革でやってるんですよ。この時はね、何をやったかっていうと、とにかく江戸時代の日本人っていうのは考え方がバラバラなわけです、ね、これ東北の人と薩摩の人はまず言葉も違うし考え方も違う、ね、でね、言葉も違うからコミュニケーションもできないですよ。で価値観違うし時間も守らないし、みんな同じことやれってもやりません、日本人は。だって教育が違うんだから。すっごい大変だったんですよ、日本人を均一化するのが。だから明治の時に何回もね、学校令を出してるんですけど、その一番の目的は、ね、当時3、4000万
万人いる日本人をみんなが同じことができて、ね、同じような物事の考え方をさせることです。そうじゃないと富国強兵ができなかったんです。で、何のために富国強兵をしないといけなかったかっていうと、それは西洋と戦うためですよ。西洋にこれ以上国に入り込まれたら困るから、もう半分入り込まれたんだけど明治維新でイギリスに、けどこれ以上国を取られたら困るから、だからちゃんと西洋と軍事的にも経済的にも張り合えるだけの力をつけないといけない。それが富国強兵でしょ。富国強兵のためには全ての日本人がある程度コミュニケーションができて、言われたことを指示通りにできる、つまり軍隊入ったり工場に行って働ける、そういう人材が大量に必要だったから、知能交渉っていう職業区分を全部なくして、ね、市民平等っていうのにして、でみんなに同じ教育をしたんですよ。これが明治の時の一番の命題だったんです。あまりにも日本人の言葉が違いすぎるから、初代文部大臣の森有則っていう薩摩のね侍はですね、公用語を英語にしようとしたぐらいですよ。暗殺されましたけど、ね、日本語を捨てないといけないんじゃないかっていうぐらいまで国が、まあ、もうコミュニケーション取れなかったわけですね。でも日本は二十数年かけて教育制度変えてですね、とにかくみんなが言われたことをしっかり守り、同じようなことができて、そして時間が守る、そういう国民性を作り上げたわけです。今そうなってるでしょ。ねえ、みんなちょっとやめてるでしょって言われたでしょ、従順に。ねえ、昔だったらこんな簡単にはいけません。だって教育が違うから、みんなね言うこと聞かないですもん。とにかく上からの中央政府からの指示に従う国民を作らなければいけないっていうのは明治の教育改革です。でもですよ、あまりにもそうやって均一化し西洋化しちゃうと、日本人が日本人じゃなくなっちゃうから、これじゃまずいよねということで、明治天皇が警鐘を鳴らして作られたのが教育勅語ですよ、ね、教育勅語は軍国主義の、ね、精神を植え付けるからダメだというふうに僕も昔教わりました。そう思ってる方いらっしゃるかもしれない。でもね、教育勅語嫌いだっていう人こそ教育勅語ちゃんと中身読んでください。で、言葉地図だけ読むんじゃなくて、どういう意図で誰がどうやって作ったかですよ。作れっておっしゃったのは明治天皇です、ね、なぜかというと、日本人が教育改革でみんな同じことできるようになったんだけど、ね、じゃあ日本人としてのアイデンティティとか日本人としての矜持をどう持つのかっていうのがなかったからですよ。だから最低限日本人はこういうことは大事にしようねっていう哲学とか倫理観とか、それを最低限のもんでいいから作ってくれということを明治天皇がお命じになれたわけです。で、作ったのは熊本の井上小橋っていう優秀な文部官僚ですよ。彼は明治憲法も作ってます。 大日本帝国憲法も作った人です。伊藤博文と一緒にね、その人が明治天皇に頼まれて作ったんです。大変だったわけですよ。まだ明治初期だからね、お偉いさんたち元老たちは江戸の教育ですからね、だから司書御教やれとか儒教やれとか先輩方言うわけですよ。でも井上小橋はある程度国際的なのが分かってるから、儒教だけじゃダメですと、儒教だけの価値観じゃ西洋の人に分かってもらえないから、ちゃんと西洋の人もイスラムの人もですね、中国の人も世界の万民が分かるようなものにしないといけない。仏教徒もキリシタンもクリスチャンもイスラム教徒も、ね、日本人もみんながある程度理解できるようなものにしなければいけない、普遍的な哲学にしないといけないんだということで、儒教的な要素を極力削ってですね、ね、で分かりやすく書いて、であれは命令じゃないんですよね、あくまで直後なんで、読んだら最後に書いてありますけど、こういうことを私も実践すると、天皇陛下ですよ、私も実践するから皆さんもこういうことを心がけてほしいという、そういうお願いなわけですよ。一緒にやりましょうって、まあ、賛成党と一緒ですよね。私たちはこうやりたいから一緒にやりましょうという、そういう呼びかけがあの教育直後です、ね、あれがあったおかげで、ね、日本人は和魂要塞ってものが保てたわけですよ。で、実際に明治の近代化は成功しました。そして日清日露と連続して勝ちましたよね。で、不平等条約も改正できましたよね、短期間で。で、この教育直後ね、今でこそ軍国主義だとかすぐね左翼が書きますけど、日露戦争終わった後に日本はイギリスから調査を受けてます。なんでロシアに勝てたのと。イギリスもですね、ずっとクリミア戦争とかいろいろやるんだけど、ロシアに勝てなかったわけですよ。そのイギリスも勝てなかったロシアにね、日本が勝っちゃったわけですよ、ね、203高地もそうだし、バルチック艦隊にも勝っちゃったわけですよ。でイギリスびっくりしてですね、当て馬に日本ぶつけたのに、東の方で西で勝てないから東日本ぶつけたのに、その日本が思いのほか戦勝を上げたわけですよ、戦果上げたわけですよ。で、今
たから、日本の国がなんて答えたか、政府はね、なんで日露戦争かけたかっていうと、教育直後があったらですって答えたんですよ。で、実際に、じゃあそのね、経緯を教えてくれって言われて、政府から何人か役人が行って、ロンドンで講演してます。で、イギリスの何紙かの新聞には一面載ってますよ。日露戦争の勝利の要因は、ね、日本人がこの教育直後っていう教育理念を持って、みんなで一丸となって、ね、ロシアと戦ったからだと、総力を上げてね。そう言って、すごい評価されてるわけですよ。こんなこと聞いたことないでしょ？ね。だって、戦争終わって、1945年、ね、すぐに廃止されたのが教育直後ですよ。軍国主義だっつって。ね。それは、イギリスとかアメリカに逆らって都合が悪いから廃止しただけですよ。ね、アメリカとかイギリス、まあアメリカは当時ない、弱いけど、イギリスの敵だったロシアに勝った時は、教育直後素晴らしいって言われたんですよ、イギリスに。それがイギリスに逆らったら、教育直後とんでもないって言われたわけですよ。なんでかわかります？それだけ教育効果が高いからですよ。ね、最後の一人まで戦うからですよ、一人一人の若者が。ね、国を守ろう、愛する人たちを守ろうと思って戦うからですよ。ね、そういった気持ちを取り除きたかったから、だから教育直後をすぐ廃止して、ね、GHQ が一番最初にやったのが教育改革、ね、それとメディアの改革ですよ。とにかく日本人が自分たちの強い意志を持って物事を考えるようにしてはいけないと、ね、だからなるべく物事を考えないようにして、ね、流されるようにしましょうというふうに教育もメディアもセットで変えたわけです。で、未だにですよ、その教育もメディアも残ってるんですって、80年間。だから日本はこの低堕落なんですよ。